ミッキー・ジェームスはアメリカ合衆国バージニア州出身の女子プロレスラー。プロレス好きであった父の影響で、ミッキー自身もプロレスのファンとなり、養成施設でトレーニングを開始する。1999年にインディ団体でプロレスデビューし、アレクシス・レイリーの名で活動する。その後ローで活動する傍らティネにも参加するようになる。2004年に WWE と契約し、 でトレーニングを開始する2005年10年月の r aw に当時女子王者だったトリッシュの大ファンというギミックでデビューする。以降トリッシュと共に活動し、ビクトリアやキャンディス・ミシェルらと構想する。その後、トリッシュへの憧れは大きくなり、トリッシュに近づくものを排除し、服装などを真似てトリッシュそのものになろうとする、サイコキャラとなる。この頃から徐々に、 ヒール化してゆく。しかし、自分のことを理解してくれないトリッシュを次第に憎むようになり、構想を始める。そして2006年のレッスルマニア22ではトリッシュから女子王座をダッシュする。王座ダッシュ後はミッキーに恨みを持つ旧友というギミックでデビューしたベスフェニックスと構想を開始するがベースが怪我により、戦線離脱したため構想は立ち消えとなる。8月に、 リタに王座を奪われ、リタとの交争で、フェースターンし、11月のサバイバーシリーズでリタに勝利し、再び女子王者となる。その後は、メリーナやビクトリアと交争を繰り広げる。2007年7月からは、怪我から復帰したベスフェニックスと、再び交争を開始する。その後女子王者となったベスに、幾度と挑み敗れていたが、2008年4月に、ベスを下し、 女子王座をダッシュする。新王者となってからも、ベストの構想は続き、8月のサマースラムで当時、IC 王者だったコフィキングストンと組ベスフェニックス、サンティーノ・マレラ組とダブルタイトルマッチを行うが、ベスマレラ組に敗れコフィと共に王座を失う。その後も、ベスト王座を巡り争う。2009年に入ってからは、王座戦線から離れていたが4月のドラフトで、 RAW に移籍してきたマリースの持つディーバズ王座に狙いを定めディーバズ王座の第一挑戦者となり7月26日のナイトオブチャンピオンズでマリースから王座を勝ち取る以降防衛を続けていたが10月12日の RAW でジリアンとの王座戦で敗れ王座を失ったまたディーバトレードによりスマックダウンに移籍することとなったスマックダウン移籍後は 女子王者のミシェル・マクールやレイラから必要な攻撃を受ける。12月の TLC ではミシェルの王、しかし2月26日のスマックダウンでマクールに敗れ王座を失い、4月22日に WWE から解雇された。2010年7月24日のスマッシュで、同じく元 WWE の友人、スカリーツーホッキと共に来日して試合を行う予定だったが、 練習中の負傷のため欠場。9月にティネと契約。ティネエクスプロジアンで一試合調整してから10月7日のティネインパクトの放送においてデビュー。2011年4月17日のロックダウンにてマディソン・レインからティネ女子ノックアウト王座を獲得した。また7月にはメキシコのトリプル A にも参戦した。2013年5月にはベルベットスカイから ティネ女子ノックアウト王座を奪取し、二度目の大冠となった。NXT、編集2016年11月19日、WWE の参加団体である NXT の、NXT テイクオバートロントに出場。NXT 女子王座を保持するアスカに挑戦。序盤より猛攻を受け、終盤に反撃に出るが最後にアスカロックを決められ、敗戦した。2014年12月、 ティネロスターのマグナスと婚約した。ジャンピング DDT、キャメルクラッチミッキー DT 見栄を切ってから、コーナーを使わずに自ら飛び上がり、反動をつけてから DDT に移行する。現在のフィニッシャー、ミックキック、ロングキスグッドナイト相手にキスした後、相手の頭部を狙う、バックスピンキックスナップスープレックスフライング、ボディシザースドロップ第1番では、コーナー上から繰り出す。 エルボーウィンタクローズラインスーパーキックエンズイキリチック。キックトリッシュとの構想中にチックキックを真似た技。ハイキックと同じ技。キャメルクラッチ WWE 女子王座、ティネ女子ノックアウト王座、WWEWWE WWE 女子王座、5回 WWE ディーバーズ王座、1回、ティネティネ女子ノックアウト王座、3回。ありがとうございます。